とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー第2章、攻略やってます。今日は、6階から10階まで、行きますね。タワー第2章は、6階は商人となっております。最初の動画を見てもらうとわかるんですけども、アーティファクトのセットはこれにしてください。ゴーレム、ビッグス、エンチャンターですね。で、防具に、雪玉3が入ってる状態になってると思います。このパワー職人で、防具をパワーアップさせましょう。85まで上がります。HP が、2000だね。最初の装備から比べると、倍以上 HP が上がります。おすすめだね。はい。では次。7階。ボスです。ボスが2体出てきて、結構鬱陶しい感じなんですけども、ここ、エンチャンターの章とビッグスがいれば、結構簡単に勝つことができます。出てきました。ビッグスがね、うまいこと立ち回ってくれて、敵を圧倒してくれるので余裕でいけると思います。はい、たオッケー。これ普通にね、自分で戦うとえらい目に遭ってしまうので、必ず、召喚を使って戦っていくようにしてください。でうまいこといけばね、すぐにイリュージョナー倒して、終わるんだけども、今回はちょっとうまくいかなかったですね。回復するまで、このフィールドをぐるぐる回ってください。HP もまあ十分にあるし、そうそう死ぬことはないと思います。あ、できれば今、倒しておきたかったな。まずはイリュージョナーから倒した方がいいです。いけるか？いけるね。いけ。OK。はお任せだ。でここでね、矢は使わない方がいいです。今回のタワーは、後半戦で矢をものすごく使うのよ。使った方が楽になるので、この最初の方から矢を消費していくのは極力控えた方がいいです。うん、もうここは本当ね、ゴーレムとビッグスに任せて、自分は補助に回るような形で戦うと、やりやすいと思います。で、ここ、別に何も取らないんだけども、ゴーレムとビッグスを一度更新して、HP を元に戻してあげましょう。はい。だね。では、行くよ。で、第8回。だね。ここも、クリーパーが多めに出てくるので、ビッグスにお願いしちゃいましょう。ビッグスがうまいこと処理してくれるので、自分は、逃げておくだけだね。こう普通に戦うとちょっとね、爆発をもらいすぎて、やられることが多いと思います。なんで、ここは、自分は極力、戦わず、ビッグスに頑張ってもらう、形だね。が、いいです。はい。ほんとね、クリーパー、危ないので、近寄らないようにして、召喚したやつにね、戦ってもらうようにしましょう。で、ここ愛のメダル、愛のメダルはめちゃくちゃ役に立つから絶対持っていってください。ビッグスがね、こっからはそこまで必要じゃないので、ビッグスと交換です。はい。で、ここね、敵が結構多い。結構敵が多いので、あまり先の方に出ずに、ここのね、壁の内側あたりで戦ってるといいです。うん。うまいこと、この召喚と、愛のメダルか。愛のメダルと召喚を使って
戦っていくようにしてください。ここでもね、矢は極力使わないようにしてくださいね。矢はね、後々本当にね、必要になってくるので、矢はすごく重要です。結構出やすいには出やすいんだけどね。出やすいには出やすいんだけど、OK。で、あとは、ここを、ちょっと、ゴーレムに処理してもらえれば、OK だね。OK、あそこは開きました。でも開いたけども、ここ行くのがなかなかね、難しいのよ。ツタがいっぱい出てね。この毒をもらって死なないように注意してくださいね。球体クリアでーす。はい。で、ここで、乱射のクロスボウ。チェンジします。そして、エンチャントで、マルチショット3入れてください。乱射のクロスボウが、今回の第2章での鍵になると俺は思います。召喚と乱射のクロスボウね。はい。では、行きましょう。ここもね、敵が若干多めです。多め。だけども、まあ、ゴーレムさんがね、しっかりと働いてくれるので、大丈夫だと思います。で、今ちょっとミスったんだけど、ゴーレムは、必ず、HP を元に戻すように、更新してあげてください。じゃないと、ちょっとね、やりにくくなるので、必ず、ゴーレムは更新して、HP を元に戻してあげましょう。いけ、ゴーレム。あ、やばい、やられるな、これ。やられてしまうな。OK、いけ、ゴーレム。任せたぞ。で、愛のメダルで上のやつを、刺激してやると、もういつの間にかね、俺たちが上に行く頃には、倒し終わってるので、いい感じです。全部いってるね。OK。まあ、とにかく、ちょっと忘れやすいけども、ゴーレムの HP を、階層を渡るときに、更新してやる。それが、ものすごく重要なので、必ず、やるようにしてください。まあ、こういう感じでね、アーティファクトがないときは仕方ないよ。アーティファクトないときは仕方ないんだけども、アーティファクトがあるときは必ず一度入れ替えて、HP を、ニュートラルに戻すようにしていってください。で、10回の報酬、なしでいいです。エンチャントポイントをもらいましょう。はい、ということで、今日は6回から、なんかダメージ食らったな、今。なんかダメージ食らったな。まあ、6回から10回まで、やってみました。じゃあ次は11回から15回までとなってます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。